こんにちは。主食はお米です。今回から実装された、男性版、フェアリーガールズ、スターロマンスにて、エリエルを捕獲してみました。実際に、どんな感じなのか、捕獲開始します。スターロマンス、2周回目で、エリエルに会えたので、すごいラッキーでした。画面に、変な S カードが出ていますが、メンバーが途中乱入するときに、時々起きる、バグです。対処方法は、この S カードを含む役、ワンペアでも OK、を作成すれば、何事もなかったように、初めから、始まります。スターロマンスを実際にやってみて、一番はじめに感じたのは、フェアリー兄さんが増えて、素材倉庫が、圧迫するーというところでしたわら。実際は、フェアリーガールズと、同じ内容なので、誘惑をかけるデッキを、組んで、カード捕獲すれば、問題ありません。今回の、エリエルは、火、属性なので、森フラッシュでの捕獲が、一番やりやすいと思います。一回も使ったことがなかった、クリスマス乙女をデッキに加えたので、使ってみたくて、1ターン目は、水フラにしましたが、やはり、森フラが無難です。何ターンか、誘惑をかけてみましたが、全然誘惑が入らず、誘惑がもしかして入らない？と思うほどでしたが、たまたまで、普通に誘惑が入ります。エリエルの攻撃ですが、目立った、状態異常攻撃とかは、見受けられなかったので、普通に捕獲すれば問題ないと、思います。ただ、対象の、HP が低いので、捕獲前に、倒してしまわないように、気をつけましょう。それでは、カード化までの、一連を、ご覧ください。
ここで、初めて、誘惑が、入りました。さすがにここまで、誘惑が入らないと、もしかして、と、思っちゃいますよねー。ここを、境目に、普通に誘惑が、入った感じなので、たまたまだったのでしょう。
はい、カード化が入りました。多分ですが、スターロマンスのカード化率も 0.1% ぐらいなのでしょう。誘惑が入れば、平均で、そんなに時間は、かかりません。アカウントにもよりますが、これで、石15個カッコですわら。ご視聴ありがとうございました。